さ,館皆さんこんこにちは,こんにちは札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌人図鑑、TV、私き内人のゲストは SOC ブルーイング株式会社代表取締役 CEO の坂口則正さんです、はい、坂口です。 はいよろしくお願いします。ますえー、坂口さんの会社の名前ブルーイング S O C ブルーワング、はい、こちらはどういうことをされている会社さんなんですか。はいあのクラフトビールの、えー、醸造、うん、販売そして飲食店の、ねうんはい、運営もやらせていただいております。お店はどのあたりにあるんで,ですか、ね。南二の西四なんですけれども、うんはい、そこでうちのビール出来立てのビールを え江、ー、別から直送で持ってきて、はい、そしてお料理とともに販売させていただいておりますあのクラフトビールをいただけるお店があるということなんですけど、はい、あれでしょう毎年バンケーで大にぎわいのあのイベントも出展されてますよね、はい、えもう実行委員会としてやらせていただいておりましてクラフトビール好きは増えましたよね。そうですねまあ 北海道札幌の中でも、はい、もう年々クラフトビールファンが増えてるっていうのは実感してますね。ね、イベントやれば大にぎわいなんですよ。さあ、あのビールのご紹介も含めてですね、今日も三つのキーワードで伺ってまいります。はいはい、はい、今日はこちらになります。じゃーん。じゃーん。北海道のブランド力を実感。<laughs> 創業六年で金賞を受賞。 え別に見せる新工場をはい今日はこの三つのキーワードで伺ってまいります。はい、どうぞよろしくお願いします。いますはい。じゃあですねまずあの坂口さんは北海道でこういうクラフトビールを作っていらっしゃるんだけれども、はい、前職はまるで違うことだったそうですね。はい、そうですね。あの栃木県にあるゴルフ場で、うん、あのまあ事務方というか副社員をずっと。栃木県でゴルフ場の、はい 福祉犯人されてたんんでですす、うん、そうなもう10年間やらせていただいててまあその時にあの同期のメンバーとですね、うんえー、出会いがあって、はい、その同期と一緒に、うんえー、職人2人とともに地、はいうん、ビール当時クラフトビールという言い方がなかったんですよね。はいうん、なのでその地ビールの体験型のビール工房を北海道でやろうと。うんうん いうことで決意して2002年ですね。2、はい、0 0年勝手に来ました。<laughs> 夢を <laughs> 夢を同じくした、はい、まあ仲間と4人で、はいえー、じゃあちょっとクラフトビール自ビールの、はい、あの仕事やってみようよと盛り上がって。 やることとにななったたそれまんでで北海道ややろうはりですね実はその前職でオープンコンペを企画した時に北海道の産品を使ったオープンコンペをしたんですがその時にすごい反響があって一等賞ペア旅行券とか北海道旅行券とかでタラバとかヒガニとか。 えとお肉とか <laughs> あ<ー>要するに北海道の,あのもう商品が当たるオープンコンペをした時に、うん、まあ驚くぐらいの反響があったんですね<ー>でその時に私はやっぱ北海道ブランドってすごいなというのを実感して、はいえー、それでまあどこで、えー、あの創業しようかという話になった時にやっぱりもうこれは札幌だということで、うん、札幌に、えー、勝手に2002年に来ました。<laughs> はい 縁もゆかりもないのにそうですねうちの妻も下関なので下関なの奥様全く全くあの北海道には縁も親戚も何もいないのに誰もいなかったですね四人ともいなかったんですかであの札幌と旭川出身のえ作り手とえ私はまあ広島でしたしもう一人は神奈川神奈川だったんですよね そんな感じで北海道ブランドやっぱりなんか地ビール、はい、北海道の地ビールいいんじゃないみたいな感じで、うん、いやもう完全に、うん、あの例えば広島でやるとか、はいえー、栃木でやるだとかっていうのもまあ考えた時期あったんですけれどもうん、うん、格段に北海道のブランド力ってあるんですよね、うん、でじ実はやっぱり地元の方ってあんまり北海道のブランド力を実感してない人多いんじゃないかなとんかそれねちょいちょい小耳に挟みますけどやっぱり外から見るとそう感じになりますか、うん、なりますね、うんだから もっともっとアピールすればいいのにって思いますす、はいえー、そうなんですって <laughs>、はい、で逆に外にいたからこそこの北海道ブランドをすごい実感されていて。 あの夢を持って北海道に来たんだよ、はい、とおっしゃる坂口社長でございます、はい、さあ北海道に狂ったって大変なんですよ、はい、そのあたり二つ目のキーワードで伺ってまいります二、はい、つ目こちらになりますじゃーん創業六年で金賞受賞はい,、はい、いこれは本当にはいもうあの職人のね二人がすごい頑張ってくれて、うん、はいで、えー、実はあのうちが最初に導入した機械が五十リットル のあのビールしか作れないちっちゃいのからちっちゃいのから始めてねでそれでやるので毎日のように仕込むんですよねはいそうするとあの最初の頃は本当に劇的に美味しくないビール劇的に美味しくないビール美味しくないビールだったんです最初ははいなんですけどそれを毎日繰り返して作っていってそしてノウハウをどんどん蓄積してでその二人の職人が頑張って作ってくれた結果え六年後にですねまあそういう全国のあのクラフトビールの コンテストで、はいえー、金賞をいいただけるっていうことになってす、ね、これものすごい快挙でね、えー、だってすごいあの短い期間でこんな栄誉名誉ある賞ってことですもんね。はい、で実はそれを先ほどお伝えしたように、うん、1,000リッターで作るとビールって1回仕込むとたくさんできるじゃないですか。はい、けど50リッターで仕込むともう本当に、えー、1 0百数十本しか取れないので,<ー>で毎日のようにこうまあ え作るそしてノウハウは蓄積されるっていういい循環になったと思うんですね。かえって量が少なかったからいろんなトライができた。そうですね。ええそうなんですか。すごいその金賞を取るようなビールを作りました。あの主力商品としてはどんなビールになるんですか。そうですねやはりあのまあ金賞を取らせていただいた IPA というまあ苦味の効いたビールであったりだとか。IPA IPA であとあのエベツですね私たち工場今ありますけれどもそこで取れている春豊 を使った<ー>ええー、小麦のビールだったりすごくフルーティーなので女性のお客様を中心として非常に好評をいただいてますねん飲んでみたいぜひ南の西音なのでお店の方で飲んでる、はい、みたいなんですけど、はい、であのクラフトビールの楽しみというと本当にね、はい、クラフトビールというのはもう一期一会で、はい あの季節とかそういうものも作られてるそうでね。そうですね。あのレギュラービールは五種類なんですけれども、そのまたまあ上にというか、あのシーズナルビールということで、まあ二三ヶ月に一回どんどん出していくという商品と、あと毎月限定ビールということで、まあ本当に見当たらないものからいろんなものを作っているので、毎月新しいのが出たりもするんですか。そう毎月出るんです。だからそれはまあ去年作ったものがまたリニューアルされてっていうのもあったりとか。 するんですけれどもですので本当にお客様がいろんな種類を飲めるようにということで工場のメンバーも非常に頑張って作っててくれるんんですねなかカクテルであればね私このテイスト好きなんですけどとかこういうお料理が好きなんですけどって言えばカクテルとかだったら分かるけどクラフトビールでもこうちょっとそういうのをお願いすれば好みを言えばじゃあお客様の好みは今日はこれみたいな。 あの直営店で実はその10何タップ12タップあるんですよね。なのでお客様に合わせてこういうの飲みたいよって言っていただければ、うん、それに合わせてご提案をして、はい、でさらにその、まあ、シェフが作った、うんえー、こういうビールにはこの料理っていうふうにマリアージュもご提案はできるので。 そうなんですってだから本当にいろんなタイプのビールがお召し上がりいただけるんですよということなんですけれどもクラフトビールのイベントって言ったら奥様もねすごい本当に手伝ってくれてオータムだバンケーのクラフトビールフェスタだと言っちゃもうすごい手伝ってくれるそうですぱね。今本当に実感するのは妻がいてくれたからこそやっぱりできたなというのは本当に思いますし奥さんどうでした北海道来るって。 最初はびっくりししまたえっていう感じで。けどそれでまた小学校3年生の娘もいたんで転校になるじゃないですかなのでちょっとその辺は自分の中ではちょっと心配をしてで長女にですね「お父さんは北海道に行って地ビールの会社をやろうと思うんだけどどう思う?」って言ったら「楽しそうだからいいんじゃない?」ってった でも本当にそれは言ってくれたんで良かったなと思いますね。<laughs> えー、あの時もしね転校したくないって言われたらもう終わってたかもしれないですからね。そうですね。単身赴任かどうかっていうことを悩んだりするかもしれないですよね。その部分ではやっぱり家族にはすごくね感謝してますね。えー、いや本当あの。 それまで勤め人だったのをね独立するって本当にそういうご家族の裏話もたくさんありだろうなというふうに思うんですけれども、ねはい、飲食店をやっぱりオープンさせるとなったらまたこれは料理人との出会いとかいろいろあったと思うんですけど、はいか、はい、かがですか、えー、ビールと料理ってやっぱりまあセットというかですね、うん、そうですね、うん、私なんかお料理次第ですねどんだけ飲むかはあ,ありますも、ねうんねこれ食べたら美味しいわあったらビール進むしビール飲むとまた食べたくなるしっていうことです、ねはい はい、私たちも、まあ、今ねビアーバーもやってますけれどもそういう今度は和食とクラフトビールっていう和食とクラフトビール新しいですね、はい、そうなんです<ー>でまあ本当に東京でそういうお店があってですねで私も行かせていただいた時に、うん、このマリアージュはいいなということで常々思ってて、うんはい、でその時にやっぱりあの和食とクラフトビールそして後半は日本酒を。うん 北海道は今美味しい日本酒もたくさん出てきてますので、はい、うそういうのをまた後半に飲んでいただけるような店をね、うん、作りたいなということで、うんうん、おご予定はです予定はですね、はい、まあ今年の6月か7月かぐらいにはもうオープンをしようということで、うんうん、今物件も探し始めました。はい 準備着々と進んでいる、はい、ということなんですけれども、はい、まあそこに向けてとていうのもやっぱり料理人さんとの出会いもあって。はい、そうですねたたまたま 本当にあの今大阪で毎年え春秋春秋とあの百貨店さんの物産展があるんですけれどもまあその関係でえ仕事で大阪行った時にたまたま入ったあの居酒屋さんがすごく美味しくてでそれでもう本当にファンになったんですよねお通し一つ食べても「あいけるね」みたいなもう全然ほんとに次のメニューを出してきても「あ美味しいじゃん」みたいな。まんでですよお作りとかも繊細でででまあ見た感じでも新鮮だっていうのが分かるし。 で揚げ物だったり焼き物もよく丁寧な仕事って言うじゃないですか本当に丁寧でそしてさらにリーズナブルというか居酒屋さんだからなので本当にファンになってで通って通ってって言っても春秋春秋で春秋春に行った時にお会計する時にもう勝手に私は思い込みで「オーナーさんですよね」って「料理さん料理さん」「今日も美味しかったよ」って「あなたオーナーさんなんでしょ?」って言ったら「いえ私はあの」 店長です。雇われてます」って言うんで、うん、もう一瞬で、うん、もう「いやもうビビビと来てです、ね、いやこの子来てくれたら最高なのになんとかしてくどこうともう1秒もかからないかったです<へえ> <laughs> なかなかその辺のねやっぱり運とか縁とかタイミングとかってすごいですね社長いやそうなんですよねそれは本当にありがたいことに15年間ね学ばせて頂いてる倫理法人会という勉強がありました今幹事長もされてらっしゃるなんですがその素晴らしい学びで一つのキーワードがあって「気づいたことは即効即使」「間髪入れに実行」というキーワードがあってそれが私の中でやっぱり行動指針というかあって。 で気づいいいたことって,言って思いつきでで動くのは危険じゃないですか、はい、けどやはりこうやりたいなっていうビジョンを持ってる時に、うん、それに関連する気づきっていうのは気づきだと思うんですね、うん、思いつきではないと思うんですよはいそれでその彼に会った瞬間に、うん、私はもうこれはすぐに声かけて、うん、とでもうまあ宿に帰ってすぐにショートメールを打ってですね、うん、携帯で。 あの大阪にいる間に会いたいんだ、うん、ということをショートメールで流したら 2>,、うん、あの2日後に会えますよ、はい、ということになって。 で昼間会ってですねそれで彼と、まあ、昼間ゆっくり、はい、まあこういうクラフトビール作ってます、うん、そして、うん、和食の店をやりたいんですということを伝えてうん、うん、でただ彼もまだそんなに何回も会ってない人からいきなりそう言われても困るだろうなっていうか困ってたんですけどまずはやっぱり見てもらわなくてくださいなのであの、まあ、ぜひね北海道に来てくださいと、うん、でお誘いしたらただ彼はですねあの、えー 奥さんも子供もいるっていうそうなんで若いのにねと思ったんですけどねその時やっぱ思ったのがもう瞬間的にじゃあ奥様とお子さんも一緒に見に来てもらった方がいいなと思ってそれは社長の熱意が伝わりますよね奥さんと子供さんもどうぞ一緒に見に来てください北海道ってそう本当にそれも一瞬でさっきの携帯の交換と同じぐらい一瞬でやっぱり自分は3人でね 来てもらった方がいいなというように思い、はいえー、それで来てもらって、で、まあ、工場を見てもらったりビアバーで食事してもらって、はい、で二、えー、日後ぐらいですかね、はい、あの連絡をいただいて、はい、え北海道に来ますと。うん、いや素晴らしい。で <laughs> もう <laughs> これまた縁もゆかりもないけれど。うん、そうですね。この社長の熱意。 ね、これまた家族に説得するにあたってもね、はい、帰ってから体一,つ一人で来て帰ってから奥さん説得するのって全くハードルが違いますよねそうですねそれも私もやっぱ思ったんですよね、うん、絶対に私たちの工場を見てもらったり、うんえー、ビアバーね見てもらったらきっと来てくれるんじゃないかなっていうのはあったんですけどただ奥様はいきなりそんなの判断できない。うんうんはい そうですそうです、うん、だからまあ本当に一緒に来てほしいということで、うん、来ていただけたんで良かったなって思いますね来てくれますよはい <laughs> そんなわけで美味しい和食とクラフトビール、はいはい、お楽しみいただけるお店がまあ夏前にねそうですね夏前にはオープンしようということで中央区でやります、うんうん、はい ご期待ください、はい、よろしくお願いしますはい、ではこれからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらになりますじゃーん,じゃーんえ別に見せる新工場えおかげさまでビールを作る量も増えてきてて、うんうん 新しい工場ですね本当にもう近々にやりたいなと思ってるところなんですけれどもただそれをただの工場にしちゃもったいないなとなので江別に観光で来ていただいた時に工場見学ができるそしてビールも飲めるし物販も当然買えて江別はいろんなおいしいスイーツも乳製品もそういうものも買えるある意味一つのテーマパークほどじゃないですけれどもそういった楽しんでいただける。 工場を作って、え別こう盛り上げられるようになれ,ればいいなということで。うん、それでまあ、え江、ー、別見せる工場ということで。なるほど。えー、それをまあ、これも考えております。江別、私もあの蔦屋さんができてから、ちょいちょい行くようになりましたね。はい、あ、そうですねで。その近辺の美味しいお店もちょっと開拓するようになりましたね。はいうん、あの、ちょっと当別の道の駅行ったりね。 あの辺ドライブにちょうど札幌からいい距離ですよね、食事をしてドライブして帰るっていうところもあって私たちもこの工場では観光の方たちのバスをお迎えしたりだとかそういうのも勝手に考えておりますけれどもやっぱり江別に来ていただいたうのキーになるようなそういう工場になりたいなというふうには思っております。 えー、レンガの町エベツらしい、はい、そういうこう、えー、見せる工場を作っていきたいなっていうことなんですけれども、はい、そのビールそのものもこのエベツとはとても縁が深く、はい、あの新しいビールの構想もあるそうでそうですねあの、うん、やはりあの先ほどもお伝えですねうに春豊,か、うん、春豊かが非常にやっぱりあのフルーティーな小麦のビールを作るためには当にいい材料でして、はい、でそれもありますし、うん、今実はの実は。 大麦がほとんどなんですけども、はい、その江別で農家さんとまあコラボさせていただいて、うん、そして江別で採れた あの麦大麦ですよね、はい、大,麦え大麦を使ったビールを、うん、あの実現しようということを<ー>本当にやらさせていただいておりまして、うん、本当に農家さんもすごく協力的で、うん、ありがたいんですけれども<ー>あそれを今度、まあえー、麦を麦芽にする工場も北海道で近々にできるということなので、はい、まだないんですか麦を麦芽にするってやっぱり新しい工場をこれから作るっていう感じの。 ものなんですね,そうですねあの中標津にいらっしゃる社長がそれを目指していらっしゃってそこに江別で取れた大麦を送って、うん、そして製爆してもらって。はいえー 戻してもらってで、それを使ったビールを醸造<っ>、えー、しようと<ー>で。まあ年間。まあ、最初は実験段階でしょうけれども、はい、少しずつ量を増やしていきたいということは考えてますね。そこら辺のこう。最初は実験段階で少しずつだけれども、だんだんゆくゆくは増やしていく。はい、喜んでもらって、ね、っていうのは、はい、今今日のお話の中で何回か出てきましたから、はい、その辺の成功体験はこの15年でがっちりたまりましたね。うんうん <laughs> そうですねやはりあの成功体験というよりも、うんまあ、北海道は私、まあ、広島から出身で勝手に来てますけど、うん、あのすごく皆さん優しいですし、はい、応援していただけて、うん、本当に今私たちがこうやって、まあ、ビール作らせてだいてるのも、はい、北海道の皆さんの本当に応援と、うんうん、優しさのおかげかなということで、はい、なので、まあ、さっきの工場も江別、えー、の皆さんにも恩返しをね<ー>したいな と思いますしいいですね。はいということでお、はい、えー、美味しいビールも飲みたいな、はいね、たくさん飲みたいなというふうに思いますが、はい、最後に一言いかがでしょうか、はいはいえー、南 2の西でビアバーのオーサエイランドというのを今やっておりますし先ほどお話しした和食のお店もですね、まあ、中央区で今年の6月7月あたりにはオープンさせますので、うん、ぜひお越しいただきたいと思いますそしてやっぱりビールをですねたくさん作ることに,、うん、えには今の工場では足りないので。 見せる工場を本当に江別で実現したいと思いますので皆様何年らい構想ですは5年以内にやろうと思っておりますので皆様のご支援というか応援をいただければなと思いますのでこれからも頑張りますのでよろしくお願いします。ということで今日のゲストは SOC ブルーイング株式会社代表取締役 CEO の坂口典正さんでした。ありがとうございましたさよなら